前回のあらすじ、相変わらず風が強い放牧、そして成長が止まらない植物たち。この植物の名前は3番か。見てない人は絶対に見てくれよ。では先に進んでいきましょう。お、映せるかな。お、カワウです。あっちあっち、はい、ここ小島岬という場所です。もう一度言います。小島岬という場所です。ここにはですね、干潟のカニなど砂いるんですが、見つけられるかな、これ。あー、いた。いたけど映せるか不安だわ。まずこの画面上に映せるか。こういたいたいた、おーすげえ、俺やるー。米付きガニです。まあ米付きガニここの小島岬結構いてですね、砂団子などを作ります。口の中に砂含んで、その中の栄養分などを食べますと。かわいい大人です。かわいい。お、映せたわ、よかった。では行きましょう。草生えすぎじゃない？別に笑ってるわけじゃないよ。小島岬の先端です。で、反対側にですね、コンクリートと、その上にさっきいたカワウさんがたくさんいます。ここで繁殖していますと。なんと、だいたい3000羽ぐらいここで繁殖しています。すごいね。今日の動画はここまで。気をつけ、レイ。ありがとうございました。